こんにちは、スネドラです。2泊目3泊目はタイムズスクエアのど真ん中にある W ニューヨークに宿泊します。このホテルはとってもおしゃれで、中にノリのいいクラブとかも入ってるので、私たちみたいな年寄りが泊まっていいのかね、ちょっと心配してます。今回はクールコーナールームのタイムズスクエアビューでお願いしてます。アップグレードされて49階の4901号室のお部屋になりました。ニューヨークのホテルは高い割に部屋が狭いと、みんな言いますが、やっぱりね、部屋は狭かったです。眺望は49階だけあって、もうね、最高です。タイムズスクエアビューでリクエストしてあったのでね、都会感が半端じゃないですね。なんかね、できるビジネスマンになったような気分になれます。内装は若者向けでスタイリッシュですね。すごくおしゃれなんですけども、私の年だとちょっとね、落ち着かないかもですね。パウダールームも当然おしゃれです。ただトイレはウォシュレットじゃなかったですね。お風呂はバスタブがなくてシャワーのみでした。ダビネスエッセンシャルのシャンプーとコンディショナーが置いてありました。なかなかリッチですね。うちはいつもこれ残ったものを持って帰って家で使うんですけど、この香りでね、旅行のことが思い出せるんですよね。カテゴリー7のホテルなので、当然アメニティもいいものがきちんと揃ってます。そういえば今回の手配はダイナースプレミアムのコンシェルジュデスク経由でお願いしました。こっちだとルームサービスの朝食が無料だったり、100ドルクレジットがついてたり、部屋のアップグレードとかアーリーチェックイン、レートチェックアウト、いろんなベネフィットがついてて、マリオットボンボイで正式ルートで手配するよりもお得だったんですよ。こんなことってあるんですね。それでは街に繰り出します。エレベーターはフロント階で一度乗り換えることになります。セキュリティの問題なんでしょうね。フロント階には、バーが併設されてるんですが、このバーね、今は普通のバーですが、夜はむちゃくちゃ弾けたクラブになります。私はそういうのを苦手なんですけど、せっかくだから今日か明日突撃してみようと思います。はい、それでは1階に降りるためのエレベーターに乗り換えて下に降ります。このホテルは超高層で細長い建物なので、エントランスは正直ちょっと狭いですかね。1階にはレストランが併設されてます。併設っていうよりも、ここタイムズスクエアのど真ん中なんで、もうメインストリート沿いのレストランが入ってるっていう感じですね。こっちはアメリカ料理のブルーフィンです。その隣にはメキシコ料理のドスカミノスが入ってました。どっちもすごい人気のあるお店みたいで、夕方から夜は混んでましたね。ちなみに映像には映ってないんですけど、見るからに屈強そうな黒服の男性2人がエントランスを警備してるんですよ。いかにもニューヨークっていう感じでした。これが噂のタイムズスクエアなんですね。とにかく映像が綺麗で、すごくて大きくて多くて、もうね、驚きの一言です。すんごいわこれ。夜の方が綺麗なんでしょうから、また後で来ることにします。ここはマリオットマーキスですね。さっき部屋から見えた向かいにあるでっかい建物がこれです。中にはミュージカルの劇場をはじめ、いろんな施設が入ってます。日本人ツアーでもよく使われているホテルみたいですね。最上階にはスカイラウンジがあるようなので、こっちに滞在している間に一度寄ってみようと思います。あっという間に夜になりました。では今から歩いてロックフェラーセンターに向かいます。トップオブザロックと呼ばれる展望デッキからニューヨークの街並みを見に来たんですが、みんなが下を見てるんで何かなと思ったら、テレビとかでもよく見るね、アイススケートリンクがありました。あ、これ映画とかでも見ますよね。はい、ではビルに入って展望台に向かいます。ビルの中にはアマゾン GO がありました。これって無人店舗っていうやつですよね。初めて見ました。展望デッキへのエレベーターが近づくにつれて、当時の建築風景の写真が出てきました。こんなところでね、
鉄筋に座ってタバコ吸うなんてもう怖すぎて私にはありえないですね。天井にはニューヨークの歴史的な映像が流れてるんでしょうか。ロックフェラーセンターの歴史はニューヨークの歴史ですからね。はい、あっという間に67階の展望フロアに到着しました。これがトップオブザロックからの夜景です。素晴らしい景色ですけども、ここよりも高い建物が結構あるんですね。さすがニューヨークです。明日はエンパイアステートビルに行くんですけど、どのビルなんだろう。帰りは街を堪能しがてら歩いてホテルまで戻ろうと思います。このヒルトンでかいですね。シェラトンニューヨークも泊まろうと思ったんですけどね、タイムズスクエアからほんのちょっと離れてたんで今回はやめました。はい、ホテル1階の、ブルーフィンで、軽く食事をします。遅い時間の方が混むのかと思ったら空いてました。どうも中国人がいないみたいですね。アメリカの料理ってちょっと大雑把な印象があるんですけど、このカリフォルニアロールもハンバーガーもどっちも美味しくてね、とても満足できました。今日一日の反省会をしてるうちに、タイムズスクエアもっと見ようよということで再び街に出ました。今夜の11時ぐらいです。人も多いし明るいですね。もう昼間のような明るさです。これがタイムズスクエアなんですね。モニターがとにかくでかくて大迫力なんですよ。もう銀座とか渋谷とかとそもそも比較する対象じゃないんですよね。これ素晴らしいです。はい、プラプラしてたら、ミュージカル劇場の前で人だかりができてました。どうも有名な方がいらっしゃるみたいで、出待ちしてるファンの人たちみたいですね。夜が更けるに従って人がどんどん増えてきましたが、あんまり遅くまで遊んでると危ないのでホテルに戻ってきました。目の前に見えるのがマリオット・マーキスなんですが、このお部屋が49階だからラウンジは60階ぐらいの高さになるんですかね。明日行ってみようと思います。実は今回左前に見えるエディションホテルに泊まる予定だったんですが、こっちの W ホテルのベネフィットがすごく良かったので変えちゃったんですよね。なので次にニューヨークに来るときにはエディションホテルに泊まってみようと思います。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。丸一日動けるのは今日が最後になるので、徹底的にニューヨークを楽しもうと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。